回のあらすじ。究極の選択を迫られたスルメは悩んだ挙句フローラと結婚することを決意する。フローラと結婚式を挙げ一生守ると決めたスルメであった。はい、ではね、夫婦初めてのね共同作業をしたいと思います。もしかしたらあそこのことなんじゃないかなと思っているんですけど、ここのことなんじゃないかと。どうだろう。お父様ったらなぜこんなところに祠を建てたのかしら。あ、ここお父さんが建てたんだ。とにかく扉を開けてみますわ。フローラは扉の鍵を開けた。可愛いな、やっぱフローラ。パーティーをね編成しないとでしたね。スルメフローラビビンバピエールかな。よし、ん？ん？これだけ？え？中に入れなくない？あ、ここなんかあるんだ絶対。あ、なるほど。おお、なんか良い。あ、テンション上がるこれ。なんか螺旋階段ってちょっとテンション上がりますよね。あ、やばい、めっちゃ骸骨あんじゃん。なにこれ、猫だ。スルメは壺を覗き込んだ。壺は静かに青い光をたたえている。これだけでいいの？え、これだけ？え、これだけでいいんですか？本当？青って伝えればいいのかな、ルドマンさんに。え、こんなのフローラ一人でも来れるじゃん。見てきたぞ。お、おかえり。どうやら無事に帰ってきたようだな。何もなかったもん。そうか、壺の色は青かったか。うむ、一安心だ。あ、いやいや、なんでもない。え、なに？え、なんかだ、なんだろう。なんかあったのかな。で、どうだったかね、スルメ。フローラは役に立ったかね。役にも立ってないし、足手まといにもなってない。だって、戦ってないんだもん。ほんとかね、どうも信じられんが。でもお父様、私スルメさんの旅をして思ったんです。やっぱりこの人についていきたいって。お願い許してください。あー、けなげ。うむ、そこまで言うなら仕方ない。しかし決して無理をするんじゃないぞ。え、お父様ありがとう。優しいな。こうなったらスルメに一刻も早く勇者を探し出してもらわなくてはな。そうそう、ポートセルミにある私の船も自由に使っていいぞ。やった。あの船ならかなりの長旅にも耐えられるだろうからな。すぐに連絡しておこう。良いか、二人とも十分気をつけて旅をするんだぞ。もし疲れたらいつでも帰ってくるようにな。そして世界が本当に平和になったその時こそ家族揃って一緒に暮らそう。そうね。じゃあ娘さんはね、私が責任を持って預かりたいと思いますのでね、よろしく。ありがとう、ルドマン。あ、お父さん。で、そう、ずっと忘れてたことがあって、ラインハットに行きましょう。私ね、あれなんですよ、あの記念品をもらってないんです。ヘンリーに会いに行ったんだけど、なんか宝箱がね空で拗ねて帰っちゃったんですけど、あのあとね、ちゃんとヘンリーのところに行けば記念品がもらえたらしくて。でも私も結婚しちゃったし、結構ねあれから時間経っちゃったから、今でももらえるのかちょっと不安なんですけど、どうだろう。くれるかな。やっほー、スルメじゃないか、よく来たな。新婚生活はどうだい？どうだい？はいっておかしくない？新婚生活はどうだい？はい、いいえって選択肢おかしくない？そうか、なんだって可愛いお嫁さんだもんな。俺のマリアもだけどさ、これで人生のパートナーもできたことだし、いよいよ勇者を探す旅か。俺も一緒に行きたいところだけどマリアがいるしな。まあたまには遊びに来てくれよ、お城の暮らしは退屈でさ。ところでお前まだ記念オルゴールを持って行ってなかったよね。よかった。そうなんですよ、昔の俺の部屋覚えてるだろ。あそこの宝箱に入れてあるからな。え、
結局宝箱にあるの？スルメ様お久しぶりでございます。最近は主人たらあなたと旅をした時の話ばっかりするんですのよ。私は楽しく聞いていますけど、男の人っていつになっても旅が好きなんですね。またいつか一緒に旅しようぜ。マリアもね、戦えればよかったんだけど。入ってないじゃん。やっぱここ？分からん。どこのこと言ってんの？なかったんですけど。宝箱に結婚式の記念品なんて入ってなかったって？うん。あはは、お前は相変わらず騙されやすいやつだな。じゃあ今度こそ本当に渡すよ。この記念オルゴールだ。私そんな暇じゃないんですけど。ヘンリーは美しく細工されたオルゴールを差し出した。スルメは記念オルゴールを受け取った。ありがとう。実は蓋のところに宝石を埋め込むはずだったんだけど、職人が見つからなくて。ともかくせっかく来たんだからゆっくりしていってくれよな。宝石はめ込んである方がよかった。じゃああれですかね、ルーラでポートセルミに多分行けばいいと思うんですよね。船くれるって言ってたんで船やっほー。ん？もしかしたらあんたスルメさんかい？イエス。やっぱりそうか。ルドマンの旦那から連絡をもらったぜ。さあこれがルドマンの旦那の船だ。自由に乗ってくんな。船出の前に酒場に行けばいろいろ聞けるかもしれないぜ。分かったよ。じゃあ酒場行くよ。ちょっとフローラを酒場に連れてくのは気が引けるけどな。大丈夫かな。ちょっと不安ですね。ちょっとなんか酔っ払いたちにちょっと絡まれるんじゃないかと不安になってしまう。砂漠のお城の話なら私も聞いたことがあります。何でも伝説の勇者を祀っていたお墓があるとかないとか。ほほー、あんた船で旅をするのか。だったらいいこと教えてやろう。この港から陸に沿って南下すると大きな砂漠に突き当たるはずだ。その砂漠のどこかに大きなお城があるって話だぜ。なるほど、砂漠のお城にね向かえばいいんですね。よし、じゃあ行くぞ。いや、お待ちしてました。久しぶりの航海で我々もワクワクしていますよ。ではスルメ殿、早速船を出してよろしいですかな。オッケー。出航台、狩り上げろ。本下ろせー。てか、この船はだってあれでしょ、私とフローラの出会いの船なわけですよね。初めて出会った船で初めての航海に出るっていう、なんてロマンチックなんでしょう船がある。あ、ここあれでしょ、気になったとこだ。カジノのとこだよね。開けた。ちょっとここ寄り道したいな。ここはスライムレース場で遊んでいくかい？遊びたいな。あ、待って、自分のスライムを出すっていうのがあった。出す。スラリン、オッケー。やばい、胸熱なんだけど。あ、コインがない、コインがない。あ、待って、やだやだ。かけるかける、ちゃんとかける。よし、コインをね買ったんでかけましょう。スラリンをね落としましょう。オッケー、コインをかけましょう。あ、スラリン。あ、そっかそっか、スラリンと誰かってことだもんね。26で、26でいきます。よし、
頑張れー、頑張れスラリン、スラリン、スラリン、あー、こけてる、スラリン、スラリン頑張って、スラリン、やばい、落とし穴ある、あ、大丈夫か、スラリン、スラリン、寝ちゃった、スラリン、スラリン、1がもうめっちゃピンクがすごい、お、追い上げた、追い上げた、スラリン頑張れ、頑張って、やばい、ちょっと私がかけた2体の勝ち目がなさすぎるんだけど、やばくない？全然ダメだった、ちょっとスラリン何やってんの、あ、悔しい、リベンジしましょう。てかピエールって参加できるのかな、一応スライムじゃないですか、あ、スライムじゃないから参加は無理だなって言われてしまった、じゃあもうスラリンで行くしかないわけだね、いいよ、 OK、 かけます、なんか赤がね強かったんで 5,6 で行きましょう、行け、スラリン頑張れ、さっきねやったから多分容量掴んだはず、さっきは初めてだったから、お、いいよスラリン、いいよ、私かけたの本当に最後にします、56で行こう、スタート、スラリン信じてるよ、今もう何回かやってるからね、スラリンも慣れてるはず、今行け、いいぞいいぞ、やった、スラリンが1着に入ったので賞金として400ゴールド獲得だって、イエーイ、え、どうしよう、足そうかな、あ、なるほど、コインはかけずに賞金獲得もできるわけだ、なるほど、あ、これいいかも、頑張れ、いけスラリン、スラリンいけ、スラリン頑張って、スラリン、くそー、ちょっと最後最後、うん、頑張れスラリン、応援してる、いけスラリン頑張れ、いいぞ、いよいよいよ緊張のスラリンですね、青がちょっと遅れてるが、エアみんな横並びの感じになっております、スラリンがちょっと遅れたが取り戻した、スラリンいいよ、スラリンの先頭をね切って走っております、いい目つきですね、いいジャンプですね、まあそろそろいいかな、やったスラリン、ね、フローラ、私のスラリンやるでしょ。